はいこんにちは武田サロンでございます、えー、台風通過後に早速、えー、サロンを撮ってますが、えー、台風が大阪を過ぎた翌日なんですが寒いです いいですね。なんか街に待ってた秋が2日間ぐらいなんかあるそうですが、えー、またその後暑くなるらしいんでね。えー、と、えー、僕は今日あの、え誠、ー、意、えー、巡回営業に出てまして、えー、帰ってくるやいないや、まあ夜になってましたけど、えー、地元の仲間たちはですね、早速、鈴木釣りに出かけてましたですね。見事に釣ってました。さすがやね、もう荒れたら行くみたいなね。 あの幸いにして、えー、今回の台風も被害の大き方かったとこ本当、えー、皆さん大変だと思います。えー、関西は、えー、南の方僕らが住んでるまあ大阪以南っていうんですかね、えー、まあ一部あの和歌山の南の方はすごい雨が降ったみたいですけどああのー、まあ、直撃は免れましたんでなんとか、まあ、雨と風でまあ一晩しのいだからみたいな感じでしたんで、えー、なんとかあのーまあ、回復とねあとまあそういうもろもろ 山と山とさんもなんか今奄美大島とか荷物が行かないとかねなんかそういうのもいろいろ出てますんでなかなかあの普通にお勤めの方電車が止まったりちょっと大変だったそうですが、えー、まあ落ち着いてこれがまた3連休過ぎて気がつけばまた3連休みたいなので、えー、若干また雨みたいなんですけど、えー、なんか一気に秋の釣りも楽しめる空気に。 なってまして。まあ、と言いながら、もう3日ぐらいしたらまた真夏になって、うわーつーとか言ってるんかもしれないですけど、ひとまずは、えー、春以降、ようやく鈴木の顔が見れたという、えー、嬉しい、嬉しさのあまり、サロンも撮っておりますんで、えー、よろしくお願いします。えー、少し、まあ、入荷商品のご案内をちょっとさせていただきたいんですが、えー、まあ、満を持してというか、まあ、台風の影響といいますか、この後、この秋はどうなっていくかなんですが、えー、ゴーフィッシュはですね、えー、秋のライトゲーム、今、かますも絶好調 その他もろもろ大阪湾では太刀魚とかね青森も,も連れ出しましたしなんか一気に秋モードなんですが僕らはまあ大体秋になってくるとまた鈴木狙いに行くのでというわけで TKLM120GP、はい、人気の既存色なんですがまもなく9月末頃には、えー、発売、えー、店頭にご注文頂い,いてます、えー、釣り具店の店頭さんウェブショップ様 まあ、ご引きいただいているところたくさんありますんでね、えー、見ていただいて、ゴーフィッシュのオンラインショップへもちょっと歯抜けになります、色は。申し訳ございませんが、えー、掲載できるかなと思ってますので、えー、もう数日お待ちくださいませ。よろしくお願いいたします。 いや、なんかもう一気に鈴木モードになって、竹谷さん嬉しいんですが、まだ自分が釣ってないので、明日行こかいな、どうなるんやろ、この濁りと風はと思ってますけど、えー、なんか一匹釣れたらいいなと思ってます。そして、えー、秋はどんどん、まあ、深まってきますんで、えー、入荷商品のご案内ルアーに続いては、えー、マスタープラッガー 13.0t、良い平鈴木も始まります。 えー、磯の平鈴木ロッドも定番と僕は呼びたいです。13フィート振り出しのロングロッド、えー、ぜひ、もう使った方は手放せなくなっているかと思います。割と柔らかめ,めですからね。あの、いろんなプラグはお使いいただけると思います。これが、えー、10月入ったぐらいかな。9月末かなぐらいには、あの、発売できるかと思いますので、またオンラインショップでご案内させていただきます。そして、ロッドがもう一発。 もうこれもずっと最終的にはもう入り表島まで行ってテストしたりしてましたけど、GP グラス。これのですね、ベイトモデルの再入荷と2022年秋の新発売になります。スピニングモデルが いいよいよ発売になります、えー、これもですね、まあ、発売と、えー、同時に、えー、オンラインショップへ掲載したり、まあ、ひょっとすると少し早めにご予約をいただくかもしれないですけど今、えー、作ってブライトリバーさんで一生懸命ちょっとずつ作っていただいてます。あの何分、まあ、ハンド組み立てというかねこのこの,あのロゴも手書きなもんですから。 あのー、まあ、皆さんどう思われてるか知らないですけど、本当に一本一本ずつ仕上げてますんで、えー、5本ずつできましたとかね、10本できましたとか、まあ、そんなレベルでこう入ってくるので、ある程度まとまらないと、なかなか発売というわけにはいかないので、えー、誠意。 頑張っていただいておりますので、職人さんたち。えー、もうしばしお待ちいただいて。ぜひ。あの、ベイトロートに関しては、まあ、今年もバ谷のビッグベイトなんかも入りそうですし、えー、まあ、鈴木からオフショアまで本当使っていただきたいですし、医療モテ使っても最高でした。えー、PE、スピニングだとね、産後ぐらい。ベイトだとまあ、魚に合わせて太いとも使っていただければいいんですけど、えー、まあ、短めのサウナで7フィート、えー、 シーバス関連から、まあ、もっと大きな魚まで、いろいろ、オフションも使っていただきます。まあ、オフションはこういうサーブでやるともなかなか渋いですからね。グラスロットにあるまじき軽さ、そしてシャープさ。これもうびっくりしますから、ぜひ、お楽しみにしてください。GP グラススピニングが出ます。いやーもうおかげさまで、あのー、リバーサーフプラッキングもですね、えー、だいぶ、あのー、在庫が少なくなってきまして、あのー、 ブログ SNS ではご案内してますが、あの、もう春にね、ちょっとなくなってしまって藤原くんがの手仕上げの,あのスライドグリップ、あの、ブライトリバー製のね、これの最終モデルになってますんで、あの、まあ、躊躇されてたり、ご検討されてる方はもう在庫のあるうちにぜひよろしくお願いします。えー、次の生産は未定なんですが、まあ、いわゆる通常のリールシートになるか、 まあしばらく作らず置くか、ちょっとまあ考え中ですんでね、えよろしくお願いします。まあひとまずはまあ秋に向けて定番のロット、それから新しい GP グラスのロットのご案内、それと TK120 のご案内というところです。来年年明けにはいよいよフィッシングショーが、え再開ということなので、えーゴーフィッシュも ちっちゃなブースで出させていただきます。はい。また詳細が分かったらね、えー、ご案内させていただこうかと思ってるんですけど、あの、皆さんぜひ、まあコロナも、まあその頃なんかどうなってんのか、冬はなんかインフルエンザが来るぞみたいな話もあるんですが、えー、まあどうなることやらなところはあるんですが、ひとまずなんかね、一時よりはちょ,ちょっとだけ落ち着いた感じがあるので、えー、気候もいいですからぜひ、 釣りには行っていただきたいなと思っています。えー、武田さんもなんかバタバタしてまして、うまく、えー、朝夕の真ずめには釣りに行けてないんですが、ちょっとまた夜な夜なシーズンになってきましたんでね、えー、まあ、手軽に小味釣ったり、夕まずめかます釣ったり、えー、のんびり、えー、日中メッキ釣りに行ったり、えー、まあ、雨が降ったり少し状況が良くなればまた鈴木釣りに行ったり、えー まあ、磯、また水温はすごい高いのでね、相の状況分かんないですが、平鈴木も、まあ、9月、早ければ9月末、10月頃にはまた行きたいなと思ってまして、まあ、一応例年通りと言いますかね、まあ、気になるのはどうですかね、武田さんはあんまり直接ではないですけど、太刀魚は去年よりいいみたいですから、えー、年末ぐらいまで大阪湾なんか楽しめるんじゃないですかね。えー、アジも多いですから、皆さんぜひ、あの、アジング、まあ、これから始めようという皆さんぜひね、今年やった方がいいです。 やってみてください。あと、青もんは、あのー、ぼちぼち、この水温の変化とともに、餌はね、多分だいぶいますから、えー、いいんじゃないかと思ってます。またまあ、えー、うちの仲間連中も動き出す時期ですんでね、楽しみにしてください。えー、2023年、まあ来年になりますが、いよいよ、えー、これもお問い合わせをずっと、まあご質問とかいただくんですけどね、あのー、10フィートの3機種、10S。 テイクバッ点 S この3機種は、えー、来年、えー、春から夏頃のめどで今制作してます、えー。なんせこんな世の中の事情なんでね、なんか物の値上がりもそうなんですけど、なかなか納期みたいなのがあんまり読めなくて、えー、いついつですとはっきり言えてないんですが、えー、楽しみに皆さん。 お待ちいいただけると嬉しいですあのおかげさまでメールなんかではね毎日のように、えー、お問い合わせをいただきます武田さんこの間ついこの間もね武田さんパワーセブンどっか売ってないですかたまたまあったんですよ土小屋さんに。 で、まあ、ご紹介してね、その釣り具屋さんから通販でご購入されましたし、カモメトレールなんかもおかげさまでね、5660あたりは本当に、あのー、定番。まあ、シーバス時期になるとね、69とか、あと秋なんかベートタックルも、えー、盛んに人気になりますんで、まあ、お問い合わせもいただいたり、まあ、どんな調子ですかとかね、まあ、どんな感じですかとか、在庫ないものはどっかないですかみたいなのを非常にいただいたりします。ルアーもそうなんですけどね。 本当にありがたいですよ。あの、一人一人のやりとりなんですけど、あの、おそらくそう思っている方が多分何十人も後ろにいらっしゃるのかなと思いながら、まあ、できるだけ僕のわかる範囲でお答えできるようにしてますんでね。あの、非常にあの前向きで真面目な釣り人の方からのご連絡が最近本当多いので、嬉しく思ってますから、えー。ぜひ、あの、うまいタイミングでね、 えー、サオがゲットできたみたいなところの方はねぜひあの長くお使いいただければと思いますんで、えー、よろしくお願いします、えー、なんかちょっと涼しさのあまり今日もい,いかにも夏っぽい格好ですけど日中営業に出ててちょっと寒いちょっと帰りは寒い,寒いなぐらいに思いましたんで、えー、ちょっと極端ですけどね、まあ、風が引くほど寒くはないと思いますんで だこの二日ぐらいらしいですけど、涼しいのは。もうあんま暑なのはまたね、もうええ加減にちょっとしてほしいんですけど。まあ日光の日差しだけですね、暑いのは。あとはなんかもう秋になってきたと。あと異様に高い海水温。これもまあ問題なんですけど。え海水温高いなあ言ってこう迷惑があるんですよ、大阪湾とかいてるとね。でもところがどこい、これ下がり始めると早かったりするんでね。そのまあいい時期を僕らやっぱりできるだけ 釣りたいし皆さんにも釣っていただきたいので、えー、ぜひですね。まあ、ゴールデンシーズンですよ。これ、9、10、11、12。まあ、最近1月ぐらいまでなんかね、もう年明け感がさ、あの、釣りに関しては、年明け感があんまりないのでね、暖かい日も割と多いですからね。まあ、そんな感じで行っていただいて、逆にまあ、3、4月の方が寒いかな、みたいなところもあるので。はい。まあ、というわけで、 もう春からお話ししてますが、もう秋はどうなることやらと思ってましたが、えー、海水温が異常に高いこと、台風が割と多いこと、えー、に加ええー、相反してというか、まあ、魚は非常に多くなってますんで、えーまあ、ひとまず楽しめるかなと思ってる今日このごろでございます。それでは皆さん、えー、もろもろいろいろ商品もありますし、まあ、楽しい秋になりますので、 楽しんでください。それではまた。